はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。子育てですね、子供との会話が苦手な方へです。それでは西荻フレンドリースクール講師の今野信介先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、これ以前メールでも質問が来たことがあるんですけど、はい、なんでしょうね、小学生のお子様をお持ちの方で、仕事でなかなかその平日顔を合わせることがなくて、うん、で休日いざその喋ろうと思ってもなんかいい感じに間合いが詰められないというかうまく喋れないですっていう質問を前いただいて、あとはその相談会とか、体験授業来た時もやっぱり上のお兄ちゃんがとかいう話がたまにあるんですけど、やっぱりこのたとえ身内であっても、うまくその子供と距離感が詰められない方っているみたいで、そういう方ってそのどうすればいいかなっていうふうに考えていると思うんですね。なので今日はそのヒントをね、先生に話してもらおうかなと思ってなるほど。というのもやっぱり何たらしって言ったらいいのかな、子供たらしかな、しんすけさんは。まあ、そうですね、大変お上手ですからね。はい、どうしてそんな慣れてるんですかね。うん、そうですね、そもそも、まあ、そもそもなんですけど、まあなんだろう、僕の生い立ちはずっとフレンドリースクールとともにあるので、はい、もう本当に幼児の時から幼児の相手をする、小学生の時から小学生幼児の相手をするっていうのをまあずっとやってたんで、まあ子供のこう相手をしつつ向こうの気持ちを読みながらっていうのはまあもうずっとやってるので、自然にもやってるね。そうですね、もうだから子供が何考えてるかとかどうしてほしいかっていう気持ちがまあなんとなく読めるっていうことで、まあそうなんですけど、実際僕もいろいろと試行錯誤は実際のところはしてやってる、して関わってはいるんですけど、実際にその養護施設で、児童養護施設で仕事し始めてから意識してちょっと関わるようにはしたんですけど、はい、児童養護施設では、うん、まあ、いわゆるその幼児から高校生ぐらいまでかな、そうですね、の、まあ、親、時には親であり時に兄でありみたいな感じの関わり方をするというイメージ、ね、そうですね、大体そんな感じです。うん、なるほど。やっぱりその何でしょうね、例えばその今日からお願いしますとかもそうだと思うんですけど、まだ信頼関係が築けてない段階で割とその半日間とか数時間あればすぐ仲良くなれるじゃないですか、親戚さん。まあそれはこの初め必ずその両者の間にある距離感とか壁をさっと取っ払う方法ってどんな感じなんですかね。まあいろいろあるんですけど、うん、基本的にはあんまりこっちからグイグイは行かないように僕はしてるんですけど、まあ、初対面の場合はですよ、うんうん、どこで生まれたのとか、なんかいろいろ話すの、何好きなのとかはうざいっていうことになっちゃう。いやっていうか、まあもちろん中学生高校生だとまた話は別なんですけど、幼児小学生ぐらいだったらまあ初めはそんなにこっちからグイグイ行っても、しょうがないと思うので、まあ、周り他の子との関わりをその子に見てもらうっていうのを僕は重視してて、他のなもうすでに仲良くなっている子とのこの自分との関わり合いをまず見てもらって、そうすると入りたくなってくるんですよね。かそれとあとどういう人かって自分のことが分かってくれるんで、関わりやすくなるかなっていう。そうですね、本当それありますよね。いや初めからこう結構グイグイ行ったり仲良くしてねとか言う人いるんですけどちょっとあれやると多分子供は引きますね、うん、いや誰って。そう、うん、知らないしなっちゃいますもんね。初めはグイグイ行きゃいいってもんじゃないんで、うん、3歳ぐらいだったらまだいいのかな。でも3歳ぐらいでも僕は初め行きません ね、なるほどね。絶対にもう2歳だろうが3歳だろうがまずはこっちの様子を見てもらうっていう、うん、じゃあお互い自然な間合いを感じながらどんどん詰めていくようなイメージになると思うんですけど、そんな感じで、うん、ただそのご家庭内だと、まあ、もうお互い相手がどんな感じの人間か分かってるわけじゃないですか、うん、でやっぱりその難しいなって思うのは、子供が好きなものとか興味のあるものを必ずしも大人が好きとは限らない問題があって、まあ、そういう時ってどうやって共感してあげればいいのかな、なんかわざとらしくいいねいいねっていうのもなんか違うかなと。まあ、そもそも、まあ、実際僕の働いてるところでも小さい時からずっとその子を見てて、やっぱその子と仲良くなってる人と仲良くなってない人がいるんですよ、はいはい、やっぱりその仲良くなれてる人っていうのはその子の興味あるものについて一緒に共感してあげたりとかそういうのがすごく多いですね。やっぱ子供好きなものはゲーム、アニメ、
が漫画、カードゲーム、カードゲーム、あとはスポーツとか、うん、そういうのだけど、やっぱりそういうのは私興味ないからみたいなので一周しちゃってるような人はやっぱり子供はそもそも興味を示さないっていう、うん、話したってしょうがねえやってなっちゃうので、うん、まあ、新人の人とか、あとちょっとそういうふうに関わりにちょっと苦手意識を持っている人なんかには、うん、まず子どもの興味あるものに興味を持ってみましょうって、うん、そこからまず始めないと、うん、共通の話題もないのにそこは盛り上がれないよっていう、うん、のと、あとは、まあ、自己開示をいっぱいしてあげたらいいんじゃないって、うん、自分のことをいっぱい教えてあげたら向こうも教えて、うん、教えやすくなるかなっていうの、僕なんかも意図的にそれやりまくってるんで、はい、自己開示、もう自分のこといっぱい喋るんですよ。どういうことですか？まあ、だから自分の好きなもの、うん、僕なんか車が大好きなんで、はいはい、もう車についてもう別に向こうが興味あろうがなかろうがあんま関係ないんで、僕は、うんうん、僕は喋りたきゃ喋るんで、うん、もうそれについて語ってみたりとか、はい、まあ自分の例えば、うん、多分やってない人も多いだろうけど大事なのが仕事の、はい、悩みとか仕事、うん、仕事の悩みとか仕事の愚痴なんかも別に僕全然言っていいと思うんですよ、はい、そうすると子供なんかも大変なんだねとか言ってくれる時もあるんでどうしたらいいと思うって言って一緒に話すと向こうはね面白半分にいろんな話、うん、いろんな案を出してきたりとかするのもこっちとしても面白いし、向こうもこっちのことがよくわかるし、そういうことをしていくことによって向こうも自分のこといっぱい喋ってくれるんですよ。なるほどね。そう、だこれができない人はやっぱり見てても多いですね。僕なんか結構戦略的にやってるとこは多々あるので、うん、会話では。ただその戦略的な観点で見て会話を見てると、そういうことができてない人はやっぱり子供との会話は少ないですね、うん、なんかぎこちないですよね、うん、見てると。まあぎこちないというか、うん、子供が話すネタがないんで、あ、話していい、共通の話題がないととっかかりがないですもんね。あと何話してもいいっていう、こっちが何でもかんでも喋るから、向こうも何でもかんでも喋ってくるんですよ。そっか、本野さん好き勝手言ってんだからこっちも言ってやろうみたいな。そうそうそう、もう僕なんか向こうは興味なかろうが、うん、あろうがもう車について語りまくってるんで、うん、じゃあ向こうもお返しをしてくると。そう、うん、だそうすると今度こっちのこのものにも興味持ってくれたりなんかするんで、うん、僕の担当した部屋の子の子たちは漏れなく車好きになる。なるほど、うん。しんすけさんが関わるときに、その自分は そこまで好きじゃないものとかよくわからんものもあるじゃないですか、うん、でもそういうときもちゃんとリアクションはしてあげるんですか？あ、もう普通に言ってきても、うん、ごめんマジわかんないって言って、わ、はい、かんないけど何これって言ったりとか。あ、じゃあ教えてみたいな、うん、まあ教えて、うん、だからもうわかんないからいいよとは言わない、うんうんうん、なんだこれって言いながら、まあ話を聞いてあげ、うん、まあ場合によっては、うん、興味を持つこともなくもない、うん、まあ、実際はっきり本音を言えば興味なんかあんま持てないんですけど、うん、ないけど、もうなんだこれって言いながらこっちの勝手な意見を言いまくったりとか、うん、まあでもこれもなかなかその年代に合わせて精神年齢を下げて対応しなきゃいけないんで。なるほど、なるほど。僕やね、松浦君みたいなのはね。そうですね、もうポンってスイッチ入れれば数秒で精神年齢なんか落とせますからね5歳でも10歳でも。まあそういうのはなかなか難しいとは思うんですけど、うん、ただまあその大事なのは相手の好きなものに興味を持ってあげるっていうことをまず念頭に置いて会話をするのが一番早いかなと。そう、そう、あとはもうこっちのことをいっぱい、一番いいのはもう子供にとってはなんだろう、あまり関係のない仕事について話してあげると、うん、結構子供って仕事話食いつきますよ、うん、あ、へえみたいな、うん、そういうことしてるんだ。そうそう、で、うん、こんなこと大変なんだけどって言うと、へえみたいな、うんうん、いや仕事話は本当に食いつきます。いや、ありますよね。僕も教育実習で中学行った時にお昼ご飯の時とかに、いや実はこういうことやってさみたいなこと話すと、意外と子供ってふうみたいな、そう、そうなんだ、もう幼児でも食いつきますよ、うん、仕事の話してあげると、うん、いやだからそこはおすすめかなっていう。そうですね、あとはその打ち合わせの時ちょっと軽く話したんですけど、そのオウム返しもいいよねみたいな、ね、あ、そうそう、うん、興味がなかったり本当分かんなかったら、へえそれすごいねって、 何々ってすごいんだみたいな言ってるのをオウム返ししてあげて、向こうが満足するまでそれを繰り返すっていう、うん、じゃあこっちの予備知識ない時はそれで乗り切ると。乗り切ります、それで。もうオウム返しして、オーバーリアクションして質問してみたいな繰り返す。あの女の子の
女の子向けアニメとかマジで分かんないので、はい、本当に分かんないから、もう本当に大昔だけで終わるっていう、うん、でも幼児だったらそれで全然もう満足します。うん、なるほどなるほど。じゃあやっぱりそのこっちがちゃんと興味あるよっていうのを、まあ、自然に見せてあげるのがいいんでしょうね、まずはね。それはもうどう練習するかっていうと、子どもの反応を見ながら、うんうん、あの向こうが食いついてきたものを何度もやればいいんですよ、うんうん、要は。そうですね。あとはこれもやっぱり打ち合わせの時ちょっとお話ししたんですけど、あの一番大事なことの一つとして、やっぱりその子供扱いしないっていうか、子供と相手してやってるっていうふうに思わないで関わった方がいいんですよね。そうですね。もう僕なんか全員と友達になるつもりで関わってるんで、うんうん、もうそこは、ああ子供扱いしたことは僕は正直言って一回もないですね。人間扱いってことなんですかな。お友達になったら、うん、なるほどね。お友達にならないと何も話は進まないので、うん、でもやっぱりそこで一回垣根壊してから、その中でやっぱりちゃんとなんかあるときは話聞いてねっていうふうに大人も見せていくと。そうですよ。もう子供は絶対に大人の方が上だっていうのはもう分かってはいるんで、うんうんうん、分かってはいる上でこの人の扱いをどうしようかと考えると、やっぱり、はい、そこに信頼関係があるか、話しやすいか、うん、あとはこの大人と揉めて後々仲悪くなるのも嫌だなと思ったり、うん、いろんなこと思うんですよ。なるほど。そう思わすためにも、普段から嫌なやつとか話しにくいやつだったら、まあこいつどうでもいいやってなっちゃうんで、うんうんうん、そうならないためにも信頼してもらえるように、そうまず仲良くなることっていう、うん、っていうのは大事かなっていう。なるほど。はい、ありがとうございます。ということでね、やっぱりそのポイント整理すると、やっぱり信頼関係を築くためには、まあ、まずはこっちの、ドアを開けてあげましょうということですね。うん、そうですね。やっぱり子供が壁持ってると思ってるけど、実は壁を作ってるのはこっちかもしれませんよということですね。そう。もしご家庭なんかでも、うん、もうまずこっちの話を勝手に喋り出しても、小学生ぐらいなら結構食いついてきますよ。そうですね。それだけでも、はい。まあ、僕がやってるのは、たまに子供がその好きなものがあったら、軽くウィキペディアかなんか調べて、一個だけなんかワード覚えておいて、それファッと言っただけで超喜びますよね。ああ、知ってるんだ。それでも中高生になるとにわかって言われる。じゃあ年齢によってね、うまく噂を分けない。だ、それはにわかならにわかで、うん、そのにわかをネタにすればいいんですよ。ああ、なるほどね、うん。これだけしか知らないけどなって言いながらとか、ちょっと向こうも笑いながらにわかがあって。なるほどなるほど。できたりとか、まあまあそこはいろいろと。じゃあね、うまくネタを仕込みつつね、子供と向き合っていくと。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、まあ、何かの参考になれば幸いです。はい、はい、ということで教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを発行しております。セミナーの先行情報やさまざまな情報のお得なご案内もいたしますので、よろしければご登録ください。無料です。はい、子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でも対応できますし、これ幼児教育相談会って書いてありますけど、小学生とかの内容も全然対応可能ですからね。何かその学校でお困りごとなどありましたら、こちらもご利用ください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、西荻フレンドリースクールでは今後、小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、またこういった、子育て全般のことですね、や、海外での教育などお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、では失礼いたします。はい、失礼します。